え、何？こんにちは。あ、俺？あ、それマジでしょ。動画始まってます。あ、すいません。こんにちは、カイエスです。今日もアフレマやっていきます。そういうことで今敵が近くにいるんですけど、お相手さんが近くにいます。頑張っていきましょう。敵のスカットは、おっと中央に激しい弾がいます。お前、小野新庄、小野さんバカにすんなよ。ハギオジ全カット、顔なし小野伸二と点々点ミットアンドみたいな。ということでこのユニフォームは買ったやつですね。ちょっとカイエスの話遮らないでください。あくまでもゲストなんで、メイン僕か。だからはい、ということでやっていきましょう。谷口海人、カエさん何点で差で勝つつもりですか？まあ、3点は硬いです。ああ、そうっすか。クリーンシートは来た。クリーンシート、あれ出てたんです。幼稚園児が来ましたね。可愛いですね。来た。ナビデスコに捉えた。可愛いな。ナビデスコだ。可愛いな。さあ、よし。こっから、あっちかも。おー、危ない。いや、いいヘディングですね。キッカーはハゲオズ。やばい、危ね。カズミ色カウンターに繋ぎます。うわ、いや、今のアイトリジレッツカード。まあ、カード出ないんじゃないですかね。これは悪質ですね。なんも出ねえんけ。さて、カイエスさん謎のバックパス、ここで役に立ってくるんですね。おし、来た、もらった、ごめんなさい。やっぱ格の違いが出てきました。まあ、ラッキーな形でのゴールということで実力ですね、これが。え、これが行け、来た。あー、格の違いがやっぱあるな。おっとこれまずいな、囲まれた。声が入っちゃいました、すみません。上に危ない人がいるから上まで行かないでね。3点目やばいですね。僕たち遠ざけるための境界線が張られました。幼稚園児ってヘッドボイスに近い発声で解説しなくていい。まあ、いい感じに響くんですね。オティニアの過激な下ネタみたいなの、ここら辺の眉間ら辺で出してる感覚なんじゃないかなって。はい、どうでもいいですね流すねや。このシンジ、まあ、3点は取ってるんで、あとはどんだけ守れるかですね。まあ、もうモンゴル対日本みたいになってますね。これはチームパワーの差についてはどのようにお伺いを。チームパワーの差はまあそこも含めて実力なんで。はい、最後外した件についてははいはい、あー、まあ、ワンダリー、スパサブザニオーロと、あ、ジャニオーロじゃないですね、バレラっすね。バレラですね。あとスパサブ、誰だっけ、アンヌシリを入れましたね。ここでフォルラン、やばい、蚊がいる。ベルナ、ちょっとお相手さんもうちょっと話しましょう。こうやって笑ってると怖いって言われて。そりゃ怖いだろ
目を真剣な感じで笑うとね、いいよ。なあ、10円には勝てない、やっぱ。これが世界と日本の違いですね。ついでに明らかに日本人じゃない名前をした人がたくさんいることについてはいかが。インドネ、これ祖国インドネシアの選手たちなんです。この選手は悪く言うつもりはないです。留学生ってことですかね。アービン、これで抜けるんですね。ソウロっすね。来た。カゼミーロにボール持たせたら危険ですよ。野心、アハマド野心、多分イスラム教の方ですね。バレラ、フォレラン、おっと、いやただここで取られるのが日本人、中山勇気。アキネーターの動画見てください。もっと喋って喋れよ、マジで。おお、俺が喋んの。じゃあ喋って、総動員でいくから。いけ。コンスカットに 3-0 ってちょっと恥ずかしい。ちょっとまだここから14点ぐらい取れてる。14点きたちなみに対戦相手のついたと思います。できるは今乱れました、すみません、気にしないでください。音声の乱れが発生しました。はい、銃銃が強いな。さあ終わった、ありがとうございます。顔なし小野伸二さん、4点差ですね。あまりに強すぎて。ヌシリありがとうございました。じゃあしっかり行こう。誰だこれは、巻き終わります。